皆さんこんにちは。高倉小学校の校長しております岸田と申します。よろしくお願いいたします。今日今西岡先生からご紹介いただきましたように、高倉小学校はもう15年来、京都大学の教育方法研究室と共同研究をしているというベースがあります。私はその高倉小学校に、着任して今年で4年目を迎えます。私より以前のもう歴代の校長先生が、そういうベースを築いていただいた上に来させていただいた中でいろんな実践をしているということで、今日のこういうチャンスをいただいたということで学校現場のお話を少しでも皆さんにお届けできたらということで、小学校現場ですけれどもちょっとお付き合いいただけたらと思っております。未来を開く生きて輝く学校教育の創造ということで、学校教育の現場というのはやはり未来志向で、生きて輝いているのが健全な学校教育の現場ではないかということを常に念頭で忘れてはいけないことだと思っています。そんな中で、年々学校現場というのはいろんな問題も起きますし、それから、いろいろなものが上からも降りてくるし、非常に、やらなきゃいけないこともたくさんあるし、目の前のことに振り回されるし、非常に息苦しいような実態もあるのも現実だと思いますが、でも学校を一つ任された以上は学校それぞれの特色を生かして、私たちはそこの子どもたち、そして先生たち、そしてその地域の、いろんな人たちを輝かせるのが学校の使命ではないかと思っています。で、学校にとっての成果とは何かと考えたときに、まずは、校長が一つの学校に着任したときに、そこの学校の役割をしっかりミッションを把握するということはまず第一にしなきゃいけないことなんですね。で、そこから、いろんな人のニーズっていうのは一体何なんだっていうことも、これもいち早くキャッチしないといけないです。そしてその学校の強みって一体何だろうなんだろうと、強みは何なんだろうということを、自分なりに模索するわけです。で、そしてその時代時代がありますから、時代のニーズに合ったことを、それをチャンスを生かして、新たな何か物事がこうムーブメント起こるきっかけみたいなものによってリソースのポテンシャルを引き出すことが、学校経営のそこが、鍵を握ってるんじゃないかなと思っています。では、次の時代を作る子どもたちにとって必要な資質能力を育むにはどんな体験が必要なのかということを、自分なりには、文科省が出してくるいろんな書類の中にはいろんな言葉で資質能力が語られていますが、私なりには、生きて輝く知性、そして、自分を開き他他を受け入れる、そして芸術性や感性を磨く、自身の役割や使命をきちんと果たせる、そして自然との共生や多様性を重視していける、こういう資質能力がこれからの子どもたちには必要なのではないかと、自分なりにはいつも整理しながら、教育課程をどう編成していくかということを考えていくわけです。で、未来を開く学校教育を創造する学校を経営していくっていうことは、一つは、絶対にここにいつも立ち戻らないといけないのはやはり教育課程、先ほど出ましたカリキュラムですね。そのそれぞれの学校がどういうカリキュラムを作っていくかということは、これは学校経営の中でも生命線なんですね。だけど外からはなかなか見えないので、それをどうやってまずは内輪の人間が共有していくのか、それを外の人にどう分かってもらうかっていうところがやはり大事なことかと思います。そして、より成果を上げるためのリソースをどう活用運用していくか、足元にある宝物をどうやって生かしていくかっていうのが、その学校の果たす役割ではないかと思います。じゃあリソースって一体何かというと、まずはそこに通う子どもたちの資質能力です。子どもたちの持っている可能性をどれだけ引き出すか、そして、そこに勤務する教員の資質能力をどれだけ引き出して伸ばすか、そしてもともとその地域の教育資源があるわけですから、それをどう探してきてどう生かすか、これを最大のパフォーマンスとしてどう仕上げていくかということが学校教育の果たす役割かと思っています。
ちょっと見にくいですけど、あとお手元にも資料があればご覧ください。ちょっと見にくいですけど、もうちょっと大きいのが外にまた出ると思います。未来を開く、生きて輝く、これが一番ゴールのところにイメージしていることですが、常に縦軸と横軸に、ここには子どもをイメージして、そして教員をイメージして何を育てるのかということを、掲げています。これが私の学校経営の戦略マップなんですね。どういうふうに積み上げていくか、私は着任して今4年目です。まもなく5年目を迎えますから、これを、教員あるいは地域の人のいろんな学校に参画してくださる方に共有していただくことで、どういうことでみんなで何を育てていくのかということを共有したいというふうな戦略マップです。で、今いろんなところで言われている社会に開かれた教育課程という言葉がありますが、これは学校の中に閉じるだけではなくて、いかに外部のいろんなところへつないでいくか、あるいは社会と一緒に学校現場がどうあるべきかということを共有していただく、そういうふうに閉ざされた教育課程ではなくて、開いて、いろんな人と共同参画していくという学校現場のあり方を、そういう言葉で表しているかと思っています。で、そのもう少しその中身をどういうふうに解釈するかというと、学校の一人、学校長としてはその時代の風をまずどう読むか、そして実行に移すために誰と組むのか、そして実践は誰に任せるのか、それは最終的には子どもにとってプラスなのかどうかっていうことが、いろんなことを取捨選択していく時の判断基準になると思っています。何でもかんでも引き受けるわけにもいかないし、何もやらないわけにもいかないし、何を選んで何を捨てるのかっていうことを選ばなきゃいけないんですね。じゃあやるかやらないか、どうやってそこで自分で決断するかということになります。で、やるかやらないかを決めるときに、いくつか条件をクリアしないといけないと思っていますが、私は私なりに絶対にこれだけは外しちゃダメだなということは、例えば、季節の教科の学習内容や単元の配列との関わりで教育の本質外していたら何でもなりませんから、活動あって学びなしということになっちゃいますから、本質は外さないと。それから具体の体験性の重視ということで、いかに分かりやすく、抽象的ではなく、いかに分かりやすくそれを伝えていけるか、そして、学校にとってのメリットとデメリットというのは必ずあると思いますから、それが例えば教員に、あるいは親御さんに、あるいは子どもたちに、負担感の方が大きいなら、これ見送らないとダメですね。だけどやっぱり満足感とかやりがい感が優先するのであれば、そこはやはり見通しが持てるということになっていくと思います。そして、実践者と実際にやっていただく先生方ですよね、ゴールがちゃんとイメージできるか、親御さんにもゴールがイメージできるか、一緒に、そういうことが大事だと思います。そして物理的なスケジュールとして無理がないか可能か、きちんとカレンダーに落としていくっていうことを整理した上で、やるかやらないかを決める。そして、教育に関わるものすべてが学びを楽しい、面白いと感じられるかどうかが、最後決断の、ポイントかなと思っています。それで私たちの学校の教育課程を編成していく時の4つの視点として、こういった点を主にカリキュラムマネジメントの視点としています。まず各教科領域の学習をつなぐ、そして子どもと家庭や地域の人材を紡ぐ、そして時代を超えて学びを継承させるつなぐ、そして学校から他の地域や他国に発信しながらつなぐと、4つのつなぐの視点で私たちはカリキュラムマネジメントマネジメントをしていこうと考えています。で、その中でですね、例えばこの4つの視点の中で、特に小学校ですから、やはり具体的な体験の重視ということをいつも念頭に置いています。具体的な体験を通して、そのことが教育課程を編成しながら生活への実践化、行動化、使える学力になって自分たちの生活に生きていく、そのことが、社会に開かれた教育課程に結びついていくことではないかと思っています。
まあ、せっかくですのでできるだけ具体的な写真とかも見ながらお話できたらと思いますが、私どもの学校は町の中にあります、京都のど真ん中にある学校なんですね。これで見ていただきますと、例えば、校区の中には華道の家元の池の坊さんがありますので、これ華道体験しているところの写真です。それから今日の台所と言われる錦市場もあります。こういったリソースも使いながら子どもたちは豊かな体験活動をしていきます。これは、去年でしたか、伊藤若冲生誕400年300年のありましたね。東京ですごい混雑した美術 の, 日本画家の、体験ありましたけれども、実は伊藤若冲の生家っていうのは錦市場の入り口にあります。そして、伊藤若冲の菩提寺は私たちの校区の裏寺町にあります宝蔵寺というお寺です。で、そこのご住職に来ていただいて、あるいは京都市美術館の学芸課長さんに来ていただいて、伊藤若冲と子どもたちを出会ってもらって、小学生だけれどもいい作品はやっぱりいいっていうことは子どもたちは実感しますから、そして、このご住職には伊藤若冲の人となりまでお話をいただいて、ぐんと身近に、自分たちの身近なところにいた有名な画家の作品を見せていただくというような貴重な体験の場も、いただきました。こうすることで、ただの図画工作の時間ではなくて、自分の生き方を見つめ直すことや豊かな人間性を育む体験につないでいくというふうな取り組みになっています。こういったことを私たちはこういう学年ごとの指導計画表を持っています。毎年毎年これを置き換えてはやりくりしながら、この指導時期にこの指導内容でよかったのか、あるいは、この教科の中身はどれと結びついているのかということを、これをもとにそれぞれの学年の先生方は1年間を通して、次の年度にはこういうふうにした方がいいということをやり取りをずっとしていくわけです。これがまあ、カリキュラムマネジメントの一つの、まあ、道具になっているといいますか、そういうふうなことを繰り返し繰り返しやっていきます。これエピソードの中の一つですけれども、これは北尾次郎三人を取り上げて、これも国立近代京都美術館でありました北尾次郎三人展の時のタイミングで、向こうの学芸員の方から、まあ、こういう授業をさせてもらえないかという働きかけがあったんですけれども、ただの、まあ、出前授業に終わらすのはもったいないので、私たちは、まあ、身近なところにすごい人がいたということに気がついたところでですね、図画工作とか家庭科とか総合的な学習とリンクをさせて、自分たちで作った和風のマットに地元の陶芸家の方にお願いをして、お皿を借りて自分たちで茹でた野菜を盛り付け体験をすると、これがまあパフォーマンス課題とも言えるんですけれども、でこうした中で、お互いの作品を見合いっこして、まあ、そこで、まあ、これ6年生でやったんですけれども、豊かなまあ言語活動でですね、どんなやり取りするかっていうと、こうやって器に盛り付けることで、野菜もそうだけど、器の力が引き出されるとかですね、あるいは、その盛り付けた野菜と野菜の空間の中にこそ美があるのだとか、そういうことを6年生でも語るわけですね。でこれは自分たちでやってみたからこそ言葉にできたことなんですね。こういったことを、まあ、皮切りに伝統文化の学習で総合的な学習の時間につないでいくというふうなカリキュラムになっています。これ子どもたちの盛り付けた作品です。6年生でもここまでできるんですね。素晴らしいです。でここから、まあ、それぞれいろいろな古都尺八、陶芸、茶道、和菓子、日本料理、落語、書道といろんなお師匠さんが校区の中にいて発掘してきて、その方々に入門して少し手ほどきをしていただいて、伝統文化の真髄に触れていくというふうな学習につながっていきます。
これはまたですね、エピソードのもう一つでのエピソードですが、私たちの校区には祇園祭りの山鉾がたくさん立つ町内がございます。そこでまあ総合的な学習時間に祇園祭りをずっと扱ってきたんですけれども、まあ、ただガイドブックに載っていることを調べるだけでは、総合的な学習にはなりません。でそこで一つですね、出てきた話が、ここにちまき笹とひおうぎというのが出てますけれども、自然との共生という部分でこのお祭りを捉え直したときに、自然がいかに私たちの生活文化とつながっているかということに気づいていく学習です。このちまき笹というのは、まあ、この祇園祭に欠かせないちまき作りの材料になるちまき笹ですね。これは京都左京区の花瀬地域で採れるちまき笹ですが、これが絶滅危惧種になっています。もうほとんどもう花瀬では採れません。そこでそれに気づいて、なぜかというと全部枯れちゃった花瀬のちまきが今度苗になった時に鹿にやられちゃうんですね。で山からちまき笹の苗をお預かりして、私どもの高倉の町の中で育てて1年後に山に返すというプロジェクトをずっと続けています。そして年に1回9月に花瀬山の家というところで子どもたちは宿泊学習をします。その時に花瀬の子どもたちと出会って、ここでちまき作りのちまきの作り方を花瀬の子どもたちから教わると。で、一緒にちまきを作って、そして私たちの2つの学校の名前が入ったこの紙を包んで私たちの手作りのちまきを作るという活動をしています。で、花瀬の子どもたちは、矛の引き染めの日に京都高倉にやってきて私たちと交流をして、引き染め体験も一緒に高倉のことをすると。山、まあ、たった小さな京都市の町の中であっても、町の暮らしと山の暮らしが違う、私たちと違う暮らしをしている子どもたちがいるんだということに気がつく。そこをやって自己を開く、あるいは他を受け入れることで、まあ国際交流とまでいかなくても、そういう身近なところから自分との異文化を知り体験をしていくというような入り口になっていると思っています。これは新聞に取り上げられたところです。これがいろいろな活動をしているところですね。もう一つ のエピソードですが、これはご存知の方もあるかも分かりませんが、青い目の人形ってお聞きになったことがあるでしょうか。昭和の初めにですね、アメリカと日本の子どもたちの時代から、こういう他国との国際理解をということで始められた人形交流です。青い目の人形はたくさんの数の人形が日本にやってきたんですが、戦争の時に多くの人形が失われてしまいます。京都にもたくさんの人形があったんですけれども、今現在京都市に残っているのは、おそらく3体だけだと思います。で、子どもたちと一緒に過ごしているのはこのうちの学校にあるメリーちゃんだけです。他は地域のいろんなところにひっそり眠ってたりとかするわけですけれども、ちょうどこのギューリック博士という方が、まあ、昭和の時代にそういう人形を送られたんですが、そのお孫さんにあたるギューリック三世さんが、日本に来て京都の高倉にこのお人形があることを知って、来ていただくことになりました。それを皮切りに、これを教材化しようかということになりました。まあ、歓迎のセレモニーだけでもいいんですけれども、それではもったいないですから、私たちはこれを道徳の教材化を図って、全学年で道徳の学習の中で、国際理解、というものはどういうふうに、学んでいけばいいのかということを私たちは自分たちで教材研究をして授業をしました。日曜参観でも親御さんにも見ていただきまして、ご家族の方にも共有していただいて、本校の大事な教育資源があるんだということを知っていただくいい機会になったかと思っています。子どもたちはここからさらに
外国語活動の教材開発も行いました。今巷ではいろいろ小学校英語どうなるんだみたいなことも言われてますけれども、5年生の初めのハローという単元があるんですが、Where are you from? とどこから来たのという単元の中で、お人形になったつもりで、私はアメリカのどこの州から来たんだとか、私は、ミス京都でこういうお人形で、市松人形の写真を持って、私は岡山から来たんだとか、私は東京から来たんだとか、こういうふうなやり取りをして、教材化をしました。そして青い目のお人形はみんな一つずつパスポートを持ってきてるんですね。それを見せてもらって、マイパスポートを自分たちも作ろうということで英語の教材化をいたしました。これも新聞に取り上げていただいたようなことになっています。で、今日の、テーマにもございます新たな秩序へどう向かうのかということで、私なりに整理をしてみました。まずは今ある資源を大切にしつつ、学校で学ぶ教材を進化させていく、そして繰り返し実践を行うことで根付かせていく、そして育てたい資質能力を明確にした単元作りをどうやっていくのか、あるいは育てたい新たな資源の開発をどういうふうに行っていくのか、こういうことが一つの新しい秩序を生み出していくための突破口になるのではないかと思っています。そしてさらに新たな秩序を生み出すためのムーブメントはじゃあどうやって起こすのかということですが、一番初めにも申し上げましたが、一つはゴールをやはり共有するということはとっても大事なことだと思っています。学校に関わるいろんな立場の人にゴールを共有していただく、それから何でもかんでもやたらと手を出すわけにはいきません。ここでやはり根拠と見通しのない冒険はしないと決めています。裏を返せば根拠があって見通しがあればどんな冒険でもやってみると、それから自分たちにしかできない挑戦をさせてみる、これは先生方にもそうですし子どもたちにもそうですし、やはりこの学校でこの自分たちにしかできない挑戦をどんどんさせていきたいと思っています。それから当事者自身がやはり新しい感じを感じて、私たちはこれだけ新しい教育にチャレンジしてるんだということを自負できる、そういう自尊心といいますか自己肯定感を学校の教員が、そして子どもたちが、みんなが味わえるようなそういう学校づくりをしていきたいなというふうなことを思っております。短い時間でしたけれども、少しでも学校現場の空気が伝わればと思ってお話を話題を提供させていただきました。どうもありがとうございました。